三菱が先手を取ります。2回の表ランナー三塁二塁で八重センターへの犠牲フライ、これでまず三菱重工イーストが先制をしました。そして3回の表ツーアウト一塁、バッター山中センターへのタイムリースリーベース、2対0とします。そして回は4回ワンアウト二塁、ピッチャーは谷川に変わっています。東芝塩月センター、これも右中間ですね、タイムリーツーベースで3対0としました。そして今度は4回ツーアウト二塁から津田、この勢いのある20歳の津田、この喜びようでした。そして4回の表、まだ今度は東芝のチャンスです。満塁という大チャンスだったんですが、空振りの三振石川。そして5回の表ワンアウト二塁から東芝ピッチャーは岡本、そして小柳がライトへのタイムリーツーベースです。さらにワンアウト三塁一塁という場面で今度は八重、今度はライトへタイムリーヒット、6対0とします。東芝です。5回の裏ツーアウト二塁一塁の場面、ピッチャー大野、斉藤ライトフライでスリーアウトとなってしまいました。6対0変わりません。回は7回の表ランナーなしの場面でピッチャー北村に変わっています。東芝小柳大会31号、レフトの金子は見送るだけでした。そして続く武田、上段まで行きました、レフト上段、これももう金子一歩も動かずという、これで8対0。そして最後大野、このまま完封、サードライナー、8対0完封勝利です。見事ベスト8を決めた横浜市三菱重工イーストから完封勝利の大野投手、そしてこの2回戦も大当たり武田選手に来ていただきました。まずは先発大野投手にお話を伺います。133球熱投でした。今日のマウンドいかがでしたか。試合前からなるべく勝ちたい勝ちたいという気持ちを抑えて、練習通り普段通り行こうという感じで試合に入ることができました。1回戦はチームは継投でしたけども、今日は大野投手一人で投げ抜きましたね。1回戦若い池内君がいい流れを作ってくれて、先輩としていい姿を見せたなと思って試合に入りました。そして大野投手、今年の打線頼もしいんじゃないでしょうか。いや本当に頼もしくて、先制点取ってもらえて本当に楽になりましたし、中盤終盤も追加点取ってもらえてさらに楽に投げることができたので、今日はバッター陣のおかげで完封できたと思います。隣にいます武田選手の活躍はどうご覧になってますか。いや本当に、打撃面でも守備面でも頼りになりますし、これからも助けてほしいなと思います。さあ大野さん、ここからは連戦になります。すぐ明日試合がやってきます。明日に向けて意気込み聞かせてください。今日投げ切りましたけど休んではいられないので、しっかりと、次にと準備して、しっかり優勝をやっていきたいと思います。素晴らしいピッチングでした。エースの大野投手でした。さあそして今度は武田選手に代わってもらいます。今日も大活躍、今日は4安打ホームランもありました武田健吾選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。
今年はこの三菱重工イーストのユニフォームを着ての都市対抗です。そしてこの活躍です。まずご自身今日のゲームいかがでしょうか。まさかこんな打てると思ってなかったので、はい、素直に嬉しいです。好調の秘訣といいますか要因はどのあたりでしょうかね。まあ、しっかり寝てしっかりご飯食べてしっかり準備して来ているのでそれだと思います。さあそして今日は大野投手の好投ありました。このピッチング後ろで守っていていかがでしたか。まあ、三菱重工イーストのエースだと思っているので、はい、頼もしいピッチングだと思います。さあそのエースも援護できました。そしてまた明日すぐ試合が待っています。明日に向けて最後に意気込み聞かせてください。はい、明日も三菱重工イーストらしく全員で全力プレーで戦いますので応援よろしくお願いします。今日も素晴らしい活躍武田健吾選手でした。ありがとうございました。